やいやいやいや、はい、どうもフォトチューダー TV ケンチロです。ちょっと登場の変えてみましたということで、今日は商品を一ついただいたので、開封をしたいと思います。ということで、ね、こちらの商品なんですが、かっこいいね、箱が。ちょっと早速開封していきたいと思います。はい、ということで、こちらの商品ですが、こんな感じ。なんかかっこいい箱に入ってる。提供いただいたんで、僕もあんまりどんな商品かが分かってないんですが、LED のライトですね。さて、早速開けてみましょう。じゃじゃーん。気密性が高い。なんか、なんか、おー、かっこいいね。シンプルにこんな感じで入ってます。防腐剤、これなんだろう。よっ、あっ、これも一体型か。おお、重っ。すごいしっかりしてる。最近のこういうのってほんま出来が、物としての出来がいいっすよね。へえ、なるほど。で、レジスター・ユア・ワランティ、なんか保証書ですか？保証書系？で、これが説明書。なんか袋が、キャリングケース、ああ、肌触りがいい。袋が入ってるのと、ボールマウント。ボールマウントが入ってますね。結構いろいろ入ってるな。いや、なんかね、手がね、ちょっとね、もう最近アルコール消毒するでしょ。手がカサカサで。開かないっすよ。ボールマウントと、これは、ホットシューにつける、こんなやつですね。ホットシュー、まあ、シューにつけるやつですね。こんなやつ。これここにつけたらいいのかな？ボールマウントにこんな感じでつけたらいいんじゃないでしょうか。このボールマウントも、ちゃんとしてるな。しっかりしてますね、結構。なるほど。ボールマウントでしょ。で、これが、USB の A から C へのケーブル。いっぱいあるな、このケーブルな。この感じですね。A から C へのケーブルです。これ充電器かな？充電するんでしょうか。はい。じゃあ、製品を早速見ていくんですが、商品名を言ってなかったね。商品名言ってなかったんですけど、これ商品名 RGB フォトグラフィックライトでいいのかな？そんな名前でよろしいんでしょうか？日本語の方もあった。RGB 撮影ライト。そんな名前で、よろしいんじゃろうか？日本語マニュアルもついてるじゃん。親切。どっからが日本語や？すごい、マニュアルに書いてある。これ、あ、G1S っていうのかな？そんな型番どっか書いてあった？ G1S なんて書いてたっけな？わかんない。G1S でいいんでしょうか？はじめに、まあ、すごいな、マニュアルにお世話になっておりますって書いてあるけど。G1S は新世代の全アルミニウム合金ボディの RGB 撮影ランプで、精巧でコンパクトで操作が便利です。360色と100球の飽和度を持つだけではなく、なんかこう、訳がちょっと変やけどね。色も多彩で、高品質、高流明度、なんとかのランプビーズを使用して、光がより柔らかく均一で、色もよりリアルで、12種類の一般的な光効果シーン、モデルのシミュレーションを備えています。固定使用度は、生放送、ビデオ、固定使用度って何やろうな。生放送、ビデオ、インタビュー、ポートレート、結婚祝い、マクロ、創作など写真撮影に最適な選択です。様々な環境に適用できます。ご使用にあたっては本説明書をよく読みくださいと。注意事項、充電が完了したら、電源コードを抜くべきです。あ、そうですか。じゃあ、役が面白いけどね。まあまあまあ。
ということで、ビデオライトですね。いろんな、なんか、パターンがあるみたいに書いてます。で、説明書にもあったんですけど、全アルミニウム合金ボディということで、かなりしっかりしてますね。そして、重量もしっかりしてる。重量ちょっと測ってみようか。はい、じゃあちょっと重量を測ってみましょうね。よいしょ。268g。268g ですね。結構しっかりして、重量感もある感じ。なるほど。電池を充電しないと入らないかな、さすがに。そして、電源はどこだろう。まず外装から見てみましょうか。ボタンが右の方にダイヤルが2つ。電源どこかな？電源。あ、ここか。電源が上っぽいっすね。上っぽい。これか？おー、ついた。眩しい！明るいな。おー、で、横のダイヤルで、これが光量ですね。0から、わわわわわわ、100。めっちゃ明るいやん、これ。めっちゃ明るいです。で、こっちで色温度が 2500K から 8500K までいけます。めちゃくちゃ明るいよ。このボールマウントなんか取ったらちょっとかっこいいんじゃないでしょうかね。こんな感じで。うん。めちゃめちゃ明るい。で、色温度も変えれると。まあ、5000ぐらいにしときましょうか、とりあえずね。こんな感じです。まあ、操作はシンプルですね。でも、セットって何これ？セット。おお！何これ？あー、赤くなった。おーおーおー、点滅してる、点滅してる。何？へえ、なるほど、緑になった。はあ、結構高機能ですね。全くあれやけど。はあ、フルカラーの色を出せるようです。ですね、ここにね、ディスプレイがあるんですが、最初のモードをちょっと見てみようか。最初のモードは、こんな感じね。こんな感じで、最初のモードはこんな感じでね、明るさと、ケルビンをね、こうやって変えれるなーってモードですね。で、二つ目のモードが、これ。H と S って書いてあるのがわかるかな？ H と S って書いてあるんですけども、色域とサイド。色域とサイドをそれぞれ設定できるみたいです。色域をこんな風にね、ちょっと明るくしようか。色域を、こんな感じで変えていける。おー、すごいね。フルカラーで。フルカラーの光が出せるんだ。あー。で、こんな赤い光を出してといて、これでサイドを上げていくと、あー、赤がどんどん強くなると。うわわわ、真っ赤真っ赤。で、サイド下げると、ちょっとピンク、薄い赤。で、これ、0にすると、サイドが0なので、まあ、色域を変えても何も変わらんのかな。若干変わる？まあ、変わってないね。なるほど。なので、サイドを、こんな感じで上げたり、色域を変えたり、できると。で、もちろん、この状態で光量を上げたり、下げたり。ちょっとピントが来てないね。うん、光量上げたり下げたりすることができると。お、これすごいね。引き引きとサイドで
色が作れます。でこれ何かなと思ったら、その色域の表示のやつですね。ゼロって書いてあるのがちょっと見えへんかもしれんけど、ゼロって書いてあるんですよね。ここゼロって書いてあって、360って書いてます。なので例えば120ぐらいのところがグリーンなんですよね。だからグリーン出したいなと思ったら120ぐらいにこれをセットするんでしょう、多分120とかでセットしてやると、おそうそうそう、このグリーンの色になるんだ。こんな感じね、うん、でその状態からサイドを下げたり上げたりしてグリーンの色を、あこれちゃうわ、サイド切らない、サイド1回セットをしたら S の方に矢印が移動してサイドを下げたりすることができるらしい。ということでケルビンだけじゃなくて、こうフルカラーのね RGB のライトとして使用できると。おすごいね。でこっちはこっちでね、まあ光量調整できるって言ったんですけど、ここに横にボタンがあって、180 60 40 20 0 20 40 60っていう風に、20段階ずつポン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 飛ばして移動させることもできる。で細かくダイヤルで一個一個移動させることもできるので、結構操作性はいいんじゃないですか。うん。でさっきのピカピカ何？おピカ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 、激しいフラッシュにご注意くださいってやつ、これをおピカ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 、ビービービー、あピカ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 、あピカピカのパターンが変わる。うん、ABC の3パターン。こっちは何？あ色がさらに変わったよ、なんか。っていうふうに、なんか光り方がいろいろ変えられます。これは。わあ、すげえ。パリピやパリピ。パリピモード。パリピモードもあります。これ何？何種類ぐらいあるの？多分これやね。FX 光効果モードみたいなのがあって。稲妻モード。シーン光効果モード。RGB カラーモード。特殊車モード、パトカー、救急車、消防車、そんなんもあんの。パトカーと救急車と消防車って何？ちょっと気になるやん。ちょっと気になるじゃないか。目が痛い、目が痛い、目が痛い、目が痛いです。どれかな？これがパトカーか。パトカー。アメリカやな。アメリカのパトカーやな。日本のパトカーこんな光り方せんへんやろ。で？救急車、救急車こんなん？救急車って青いの？青いの？消防車、消防車はこんな感じ？とかいうモードもあります。ちょっとここは日本ローカライズされてないですね。日本のパトカーこんな感じで光らないですね。まあまあこれちょっと使うかどうかわからへんけど。まあこんな感じでね、ちょっといろんなモードがありますね。なるほど、面白い。結構ね光量が強いからしっかり使えそうですね。でまあこれ細かいんだけど、こういうとこもいいね。前面にもこのプリントがあるんですよね。プラスマイナスとかこのプリントが、で後ろももちろんある。前からも後ろからもこうねアクセスしやすいようになってますね。この辺はいいね。こう自撮りしてる時もね、こっから、前からこう操作できるし。んで、接続の方法は、あ、こうなってんや。これで、さっきのボールマウントを、こんな感じでつけるんですね。なるほど。ボールマウントつけて、まあ、ここはカメラに
カメラのフォトシューでもいいし、リグのコールドシューでもいいですね。その辺につけてこうやると。で、つけたまま、こう、角度調整は自由自在にできるという感じですね。縦に使ってもいいかもね。縦に使ってこう向きにやったり、こう向きにやったりっていうこともできますね。で、充電は、多分長い、内蔵バッテリーなのかな？ここに USB-C のポートがあって、先ほどのこのケーブルで、充電するみたいです。こうね、ガシャーンって充電しちゃう。で、バッテリー交換はできへんのかな？どんくらい持つかとかは全然わかんないんですけど、まあ、内蔵バッテリーで使えるみたいです。なかなかね、やっぱ光量が強いんで、いいんじゃないかな。で、RGB の光も出せるから、なんかちょっと表現的にもね、面白いことができる気がする。ちょっと一回なんかで今度やっ使ってみようかな。ということで、製品名が結局、G1S でいいのかな。ちょっと概要欄に、ちょっと調べて概要欄に貼っておきますね。ピクセルという会社なんですが、製品名がちょっとわかんないので、あ、書いてあった。書いてました。G1S。ピクセルの G1S という商品です。やっぱ G1S でいいんだね。で、電力が 12W。まあ、ちっちゃいんですけど、まあ、小型だし 12W ぐらいなんかな。で、フル充電で150分使用できるというふうに、書いてあります。ボディの材質は、航空アルミニウムって書いてあるけど、よくわかんない。まあでもしっかりしてますね、かなり。丈夫そう。殴ったらちょっと、大怪我しそうなぐらいはしっかりしてます。なんせね、結構なんせ明るい。なのでまあ、こうね、ちょっと小物を取るときとか、小物を取るときのライトとかね、アクセントライトとしても使えるんじゃないでしょうか。まぶしい。こんな感じでね、この辺に置いといたらなんかちょっと、こういうライトとしても使えるかもしれません。使い勝手は良さそうですね。色の調整ができるっていうのがいいですね。ここでなんか緑のライトとかやったらね、ババーンみたいな、ちょっと特殊効果のライトにも使えたりするかもしれません。あ、これおもろいね。動画撮影の時とかもね、結構使えるかもしれませんね。ちょっと一回これでなんか小物でも撮ってみようかと思います。まあ今日はちょっとね、開封と外観だけの紹介でしたが、なんか使用用途として実例もね、ちょっと撮ってみたいなと、眩しいな、というふうに思います。あ、これサイドやったのね。色変わらへんと思ったらサイド変えてた。眩しい。ちょっとしたなんか Vlog 撮るときのライトとかもね、Vlog で、でもちょっと重いな。ちょっと Vlog で持っていくにはちょっと重い。かなりしっかりしてるからね。まあこの辺の固定のアクセサリーライトとしてはいいかな。配信用にはいいかもしれないです。最近のテレワーク事情に、特化して、女性の方はね、こういうのテレワークの時に1個ポンと置いとけばいいライトにはなりそうな気がしますね。あ、ちょっと目がやられた。眩しすぎる。ということで今日はピクセルの G1S の開封でした。またちょっとなんか実例を込みで別途紹介できればと思います。なんかこれで撮ってほしいこととか、これでやってみてほしいこととかあったらぜひコメント欄で書いていっていただければ、チャレンジしたいと思いますのでぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でよろしくお願いします。フォトシューターズ TV 健一郎でした。